はいどうも、妖怪三国志国取領図今回もやっていきます。はい、ではね、今回は、スコアタック後半戦、最後ですね、フルアタックをしたいと思います。で、あとね、金貨ね、冬にゃんじゃなくて誰だっけ駒さん金貨か、駒さん金貨でまたね、S 記念コインガシャを回したいと思います。ついにこの日が来た。あ、それとあと降臨最後やろうかな。降臨ね、闇エマやろうかな。いやー来ましたね。曇りでね、一応ちょっと挑戦しようと思います。で、記念コイン、一応 S 記念コインね、結構持ってないんだよね。で、多分ね、夏休みキャンペーンでミッション報酬来てくれるとは思ってはいるんだけど、ちょっと今ね、光オロチと、なんだっけ、大釜を育てなきゃいけない状況だから、まあ、あれなんだけど、まあ、ちょっとね、自分のテンションを上げるために、こんだけ持ってない妖怪が出るチャンスということでね、S 記念コイン用、昨日はね、軍やったけど、用の方をやりたいと思います。そしてね、超限界突破ね。自分はね、ちょっと次のイベント、ハイスコアチャレンジなんで、ちょっと宝珠は、控えめでいこうかなと思ってるんで、このね、スコアタにね、ちょっと全力で宝珠をぶっ込みたいなと。といっても時間がどんだけあるかってのもあるんだけどね。やりたいと思います。まあ、というのもね、復刻が来たとしてもね、魔王支援とね、魔王支援も超限界突破してるし、まあ毘沙門天来てももう超限界突破してるからね、特にね周回頑張るっていうあれでもないしね、ドロップ案件だから周回したら、あれが叶うってわけでもないのでね。はい、そしたらこのミニはね、多分あと最後、今日の5個と、あと30やれば、またね、できるか。それは超限界突破3の時使いましょうかね。はい、じゃあこれ、私 100% 派なんですよ。じゃあ、行きましょう。これで超限界突破2ですね。ただレベルがまだね、50で、なんとかね、最後3まで行きたいなと、思ってます。で、500以内にまあ奇跡的に入れれば1個、そしてあと2個をね、これ交換したいなっていうところ、最後どこまでやれるかっていうところ、あとね、ちょっともう無理じゃねえって感じなんだけど、フェスガシャチケットと、無理じゃねえこれ、ガシャチケットね、いやこれ無理じゃねえ、無理か、無理っぽいな、ガシャチケットも本当は欲しかったな。はい、そしてたらちょっと最終決戦行く前にね、ちょっと降臨やらせていただいて、それでね、ちょっとお茶を濁してからやりたい、お茶を濁す必要ないとは思うんだけど、やりたいと思います。はい、それではね、闇閻魔やりたいと思います。結局ね、マックスになっちゃったね、確定なんで、最後ちょっとやりたいと思います。結局ね、でも今回の降臨良かったよね。今回こそはマックスだけど、蛇王カイラ3体、闇閻魔3体、まあ、今回落ちれば4体ね、それで猛角5体っていう形でね、かなり早くドロップしてくれて、かなりゲットできたんでね、とても良かったですね。まあ闇マロでね、42個使って落ちないっていうのもやっちゃったけど、まあ前半すごい良かったな、後半はめっちゃダメだったけど、やっぱ超限界突破でも1、2とかは落ちやすいのかもしれないね。いや今回ね、10突された方とかね、結構多いみたいで、前半戦頑張った人正解だったな。かっこいいよね闇今ね。結局今回大イベントだったけど育てられなかったな。さあ夏希は別にいらなかったけど、ということでね、闇閻魔ゲット、超限界突破4。まあね、レベルを上げたら4000超えるでしょう。
レベル70までね上げれるようになったんで、うん、まあ今回ね良かったと思いますね。今回猛角もね超限界突破、あ5体か、うん、5体ゲットだね。6体じゃなかったね、6体って言ったかな、なんて言ったか忘れちゃったね。はい、ということで猛角もね結構ゲットしました。最後カイラも一緒に使えばよかったな。はい、カイラはね超限界突破3までやりましたと、うん、ということでね一応ちょっとカイラー見せようかカイラーもね4000超えていけば強い、うん、カイラーも3体落ちたんで今3200だけどね強くしたいなと思いますね。うん、カイラーかっこいいからね。はい、じゃあガシャ引いて最終決戦いきましょう。ですきね、これもうさっき中身見たんでね、うん、とにかく持ってないやつか冬にはエスかキラコマかいいな、まあ、一番欲しいのは小生だけどバタン Q がそろそろ欲しいこの頃。おお、あ、そうか小生の可能性もあるから小生演出やらでもいいぞ。さあ金の竜、金レインボーではなかった、じゃーズラビスだ、最悪だ。2凸、持ってる妖怪2凸っていうのが最悪のパターンですねまあガシャなんてこんなもんだね。うん、一応次回はね四天童子と幻獣玄武がね出てきますね、ガシャね。そして小生は次回早々出るんでね、ちょっとチケット今5枚なんだけど、まあもう小生早々に行きましょう。炎症、もう今更炎症当ててもねダメなんで、はい、じゃあ最後いきましょう。スクアタック、私曇り選びました。そして最後ねアイテムをバキバキに使ってよかったね、なんかお詫びでもらえたしね。そしてフィーバーチケットを使いましょう。はい、そしてスコアアップ 15% も考えたんだけど、まあ S ランクでいいかなと、 20% アップ、どっちがいいんだろう、 15% アップと 15% アップにしよっか今度はね。うん、調整がいるからな、じゃあ 15% アップでやってみたいと思います。レッツゴー。いやー緊張する。さあスーパーバトル、一応メンバーはねおなじみのメンバー曇りで、一応ダークコマーにはつけてるね曇りアップをつけているんで、まあみんな、あ、あー最悪、ちょっとこれやり直します。いやーもったいない、アイテムがね消えちゃうんだよね。ちょっとこれカットします。はい、そしたらね全員生き残れるパターンでしたね、残念なかなか全員生き残れるパターンでやれないんだけどね。ただスコアアップどうなんだろうな、どうなんだろうな、まあこうミスがね、このラスト12でミスがばっかりだったっていうね、弾もだけ食らってるっていうところが良かったな。うん、という感じで、あ曇りが出てないんでまたね曇りが出たらちょっとやりたいと思います。はい、そしたらね曇りになりましたんでやっていきます。このねアイテム効果はねこうやって別のねとこ行っちゃうと消えちゃうんだよね、あるあるだね。まあちょうどフィーバーバトルチケットは交換できるんでまたやっていきましょう。どうなんだろうな、スコアアップとどっちがいいんだろう。で前回はね消えないじゃん、今回はアイテム効果が消えない、なんでだろうまあいいや、今回行きましょう。あとはコンティニューするんで連射してコンティニューなしでやらないように気をつけてやりましょう。緊張するな。いやでも今回配布があるから、まあ、最悪失敗しても、まあ、もう一回できるよねうん、前回まではねあそこで交換できたんだよね。急にああいうことやされるとなんかムーってなっちゃうけどね。さあバキバキに連戦アップです。あーグリー隊長の方にあれだな、魔王支援じゃねえや、
神魔軍師の袋やればよかったな。一発多いぜ。なるほど、ちゃんと注意して見てりゃ気づくことまだあるな。今回かなりいろいろ見たんだけどな。さあ連戦でみんなアップ。さあ今回ただ延長するんで、最後のね、いつもの残りの11秒で白虎がね、パワーアップした時に、まあいつもね回避が高ければ生き残れるんだけど、どうなるかっていうところだな。とにかく本当はね白虎のね攻撃力を下げ続けたいんだけど、ちょっとねダメな時が来ちゃうんだよね。だからそこは本当はなんとかなんないかなって、何回かやってたり反射とか使ったりとかいろいろやったんだけどね、なかなか難しいというかね、運ゲーでした。回避も高めたりね、なんかいろいろやったけどね、今んとこ順調かな。残り57秒でカラステングがちょっとやばい、ただタマモに向かってるんで大丈夫かな。 OK、 これで回復で今日みんな満タンに近い。さあここから攻撃アップが来て、これ攻撃ダウンにならないんだよな。さあこの攻撃を耐えられなかったか、カラステングがやられたよ。まあでもしょうがない、コンティニューし、ここでパワーダウンさせたいんだけど、全能力ダウン取り付く、打ち消しないとダメなのかな。あ、これでパワーダウンできている。さあカラステング、一番強いカラステングがこんなに早期離脱してるのは残念だけど、まあしょうがない。まああとはこの攻撃力ダウンの間にこれで回復。惜しいな、カラステング惜しい。さあコンティニュー3回しましょう。残念だな、カラステング一番強いのに。攻撃力ダウンさえしていればそんなに怖くない。さあ回復。さあここもコンティニュー。はい、わあ本当悔しいな、カラステングやられてんのがね。さあいけ。まあ今攻撃、あ取り付く、来た、誰かダメージカットしてくれ、攻撃力ダウン。おお、冬にゃんやられた。さあラストいきます。冬にゃんやられちゃったか、ダメ、攻撃力アップした時にな、すごい強いよな。結局残ったのはうすらかげっぱなんだよね。という感じで 3.5 倍は無理だな。前回は前半戦は75万点だったけど、さあ後半戦は同じぐらいっぽいね。80万点か、最後88万点、100万点いきたかったね、せっかくならね。さあ順位は、お、やった、500位いったけど481位だから、これは500位無理だね。ちょっと運がないとね、500位以内無理だね。という感じで481位だけど、まあ500位超えるだろうね、まだお昼までちょっと時間あるんで。はい、という感じでしたね。まあ、あーそうだ、ログ見んの忘れたな。残念、ちょっとね運が良ければってとこなんだけどね。まあでもこんなもんかな、実力的にね。はい、じゃあちょっとね500位以内だとねもらえるんですけど、まあその分物理的にお仕事頑張るかどうするか考えたいと思います。まあどっちにしろね、超限界突破3までやってもね育てきれないんだよね、しばらくね。なので88万点だから、まあ過去最高得点なんでね、いいんじゃないでしょうか。500位がまあもうね突破されるんだろうな。はい、750位で66万点だから、まあやっぱり最後はいつもの700位ぐらいになるんじゃないかなと、なるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあすいません、最後までご視聴ありがとうございました。
よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、次回、ハイスコアチャレンジね、頑張っていきましょう。はい、じゃあまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。